最近ってか今月入ってからさ、フェリアがいなくなってこのチャンピオンシップ環境になったんですけど、この補正の時って結構ね、あのみんな大嫌いなね、三大害悪パが、あの湧くんですよ。回復パ、暗黒パ、吸収パ、このね三大害悪パね。なんでかっていうと、まあなんでだろうなわかんねえんだけど、なんかフェリアが減ったことによってそいつらめちゃくちゃ湧くんだよね、吸収パとかでね。その3つのデッキに共通して言えるのが、ありえない回復量、まあ、回復パはもちろんもともと回復しますけど、吸収暗黒に関しては一ターンでなんかドカッと吸われて、で体力を戻されると、だからね本当嫌になるんですよ、せっかく削ってんのにね。なんかあのジェンガとかと一緒だよな、ジェンガじゃないから、なんて言えばいいだろう、なんか一生懸命ドミノかな、ドミノで一生懸命こうやって並べてんのに、途中で倒しちゃってパパパパパパってまた始めっからみたいな、そういう感じですね。吸収パ、回復パも暗黒パも結局ね元に戻されるんですよ。それがマジで嫌なんで、その回復を封じようってことでね、運営さんはねアンデッドっていうコマを作ってるんですけど、最近やっぱねアンデッドっていうコマはね英語版がね充実してきたんで、今回はそれを大量に出たデッキでやろうと思う。それがこれだ、新害悪パ絶対倒す番ってことで、昔も害悪パ倒す番やったんですけど、あの時はね確かこのサスター社の枠が、あいつだったんだよな、セクメト、セクメトでしかもちょっとずつ駒が違ったと思うんで、今回サスター社が入ったことによってエルロとねかなりやりやすくなったんじゃないかな。前もでもエルロでやったのかな、1月だったかな、やったの覚えてないんですけど、でもね結構ね前の時よりもねかなり回復も借りやすくなってるんで、これで今日やっていこうと思う。でね、最初の 1,2 戦ぐらいちょっとねミラティブで、今回ミラティブのアーカイブでやりたいと思うんですけど、最初の 1,2 戦ぐらいちょっとデッキの調整とか言ってね、このデッキと中身若干違うんですけど許してください。なんかファウストとか入ってたりしますけど、何と変えたんだ、グラッドとファウスト変えたんかな、ちょっと覚えてないんですけど、とりあえずね、最終的にこのデッキになりましたということで、後半は多分このデッキになってるんで、実際お前らも使うとすればこの編成でやってほしい。まあ前半はちょっとね、ミラティブで調整しながらやってたんで、でミラティブなんでなんか人のコメントも入ってますし、ちょっとね LINE とかでね、嫌な通知とか来てたらそいつはちょっとモザイクかけるんで見にくい部分もあるんですけど、まあ結構ね今回なんか2時間ぐらいミラティブやってて、意外とねなんか面白い試合が結構取れたんで、まあ、叫びはちょっと少ないかもしんないけど、ミラティブのアーカイブでやりたいと思います。それではミラティブのアーカイブへゴー。あ、わかんねえ、これなんだ、火炎か、これそう、火炎もいるのか、害悪パに火炎も追加しないとダメだな。あはあ、やべえ、金色さんこんにちは、金色、金色こんにちは。いいね、まずはベルグレードでしっかりと挨拶をかましていく。金色ってなんか俺金色のイメージって闇のイメージしかねえんだよなあ、出た、そういう系取るわ。取るわ、闇のイメージしかない金色って。なんか弱くね、今んとこあいつ強そうに見えないんだけど、これどうせアレスでしょ、アレスでしょこれ。やばい、アレス撃たれる前にアンデッド撃とう。ああ、それだったらリリーって投げればよかった。あ、でも待ってよ、リリーって投げちゃえばさ、もうさこいつさできねえじゃん、アンデッド。いいぞいいぞいいぞ、完璧じゃねこれ。刺さるぞこれ、ぶっ刺さる、うん、ぶっ刺さる、ぶっ刺さる。どうしよっかな、これでも。早めにアレス打たせるために、アレス打ってきたらリリートゥーとか投げたいから、まあ、こっちからか。踏みはな、次な、嫌だな。次罠配置してきたやつをこいつから置くの嫌だな。あ、こいつを。こいつも置きたくないな。守護者来ねえかな、守護者。アレス撃ってきたら置きたい。なるほどね。めんどくせえ。罠もう一個ためさせるか。うわ、やべやべやべ。どうしよう、一択ね、これ。いや、捨てるか。アンデッドいないよって思わせるために捨てよう。で、相手が、
アレス打ってきたらもうアンデッド連発して何もできなくしよう。それしかね勝ち筋。これ取るでしょ。罠で取るかな。もうアレスで取ってくんねえかな。まあ、めんどくせえ。そうか、次アレスを着たいのか、お前。え、だったらさ、お2枚目。もうずっとアレスを置かせないマンしよう。いや、アレスは食らっちゃっていいんだな、次。アレス食らった後に、こいつ置けばいいんだよな。でも、ダメだな、それだと、結局後手にもあるから、やっぱアレスの吸収の2100もさせないようにしよう。迷っております、相手はめちゃくちゃ迷っております。おい、リリートに当ててアレスしてきそうじゃない。アレスしてきてからでもいいんだよな、別に。めんどくせえ。そうだな、アレスしてきてからじゃない、大体絶対打たないから。絶対打たない、間違いないわ。俺は確信を持って言える。絶対打たん、こいつら。ほら、やっぱり。で、ここで隙間に埋めると。行こう、二枚返し。絶望、絶望させよう。でも絶望させても勝てねえんだよな。俺は、これやっても勝てん。ここまではいい。アンデッド3枚も入ってるってなってるけど、飛ばせねえんだよな、こっから。これリティでしょ、だって。一回ルキア投げるしかないんだよな、俺。むずい。オッケー、これ飛ぶんじゃね？え？これいいんじゃね？いけるいけるいける。ルシファーの方がさすがに出るな。いけるんじゃね、これ。待て。これ飛ばなかったらしゃあねえわ。まあ、2000でしょ、アタックでまず。いけるんじゃね、これ。4000ぐらいでね。あ、来た！入った！天才だろ。来た！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 来たぞ！カモだ！やっと来た。よっしゃー！あはー！やったぜ！お前ら、調子乗ってる暗黒どもボコボコにするぜ。キルさん、こんにちは。こいつら調子乗ってるから。ランドシャーク。てか、あれだからな、アンデッド3積んでるからな。後半お前捕食できねえから覚えとけ。いや、てかもう、早めに捕食置いちゃっていいと思うわ。風車で。ちゃんと引けるんなら。最初、リリートを辺に置いて、リリート辺置いておいて、で、次に、次の辺にランドシャーク置いて、で、次の辺にあいつよ。ミヤビ置けば完璧。6ターン。暗黒吸収回復メタ、そんだけ。外役パメタデッキですね。ここでまず一回、引け。アネともう一枚引け。引いたら投げる。引いてなければ投げん。あ、ユエファか。まあ、ユエファだな。ここはユエファだ、一旦。ここはユエファ投げといて。相手ら、竜輪引いてないから、次、翡翠置いて、呪い増やそう、相手の。手駒の。それがいい。呪いで削ろう。いや、いいよ、いいよ、いいよ。これ、かなり、おー、待ってよ、まだ早いか。まだ早いな、まだ早い、まだ早い。今じゃない。今じゃないぞ。あれだ。お前ら、焦んだ。これで出しちゃったらもう負けだから。まだだ。必ずタイミングが来る。こいつを滅ぼすタイミングが。それまで我慢だ、全員。我慢しろ。仕方ねえ。この捕食を甘んじて受け入れろ。相手なんか捕食投げすぎじゃね？待て。この辺だ。ここだな、もう投げるしかねえ。いや、待ってよ、もう一旦待つべきか。待て、落ち着け。いや、でも引けるでしょ、そろそろ引けるぞ、さすがに。ここだ、一枚はここ。ほら、こっから2ターンはお前吸えねえから何も。しかも竜輪置いてないから、こいつの捕食自分に跳ね返ってくるから。いいよ、気持ちいい。はい、
跳ね返るよ。どんどん跳ね返る。うわもう一枚欲しい。もう一枚欲しい。ほら、ほら。捕食はさせねえ。逃がさねえぞ、お前。もう一枚引きで。アンデッド。でも相手さ、このターン捕食できるから勝ちじゃね？勝ったやん、これ。ほらほら、逃げんだ。逃げんだ。あーでも捕食しないのか。やばい、もう一枚引け。もう一枚引け。頼む、頼む、頼む、頼む。いや、これエルノでいけない？じゃ、いけんかったらマジですまんだけど、いけそうな気がするわ、アタックあるから。で、あと、次のターンの、いけるいける、全然いける。おわっつこれ簡単に枯れるぞ、暗黒。絶対勝てねえって状況から。何このデッキ？サタン？チャージサタンか。チャージサタンか。それは効かねえな、俺、このデッキじゃ。チャージサタンもきついな。うわ、やべ。やべ、これ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 。なんでだよ。これでもさ、翡翠3手目まで取っときたくね。じゃあ最初これだけだ、さすがに。あの、相手罠入ってそうだからな。罠がだるい、絶対。てか、これ別にいけそうだな、体力的に。俺体力高えわ。3手目呪い出して、あー、まあ、翡翠投げる分にはいい。これ伸ばすか？こいつら雑魚だから。伸ばそう。伸ばして次2部投げようぜ。オッケー、呪いプラン。いけるぞ、多分、普通に。なんか、めちゃくちゃさ、早いできて当たらん限りは全然いけそうだわ。サタン呪い。惜しい。仕事をしない翡翠はただの翡翠だな。なるほど。だったらさ、これさ、あー、リリーっていうか、いらねえな。まあ、2部から行くか。そう、早いでき多分いないから、このデッキ強いと思う。で、次 UFX だな。相手3枚でしょ。呪い捨てないってのがわかんねえ。なんだこの呪い。バウストか。わざわざ発動するまで握ってから投げたのか。春の方がいいな。春の方がいいぜ、これ。火炎きついわ。火炎だるい。はい。で、相手多分、イオンになんか杖の置いてくる。イオンだるいな。イオンだるいけど、その後俺めっちゃ強いからな、その後の動き。あ、いて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 、もう投げる。いて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 。どうしよっかな、これ繋げても弱いしな。サタン先生だるすぎる。こっちだ。相手角置いてもいい、全然。サタン先生マジだるい、これ無理やりこれもうひどいぞ、これ無理やりや、無理やりやんけ。でもお前それきついからな。もうさっさと投げろ、これ。8000も出ないから、絶対に。無理やりやってくるやつ俺無理やり返すわ。ほら強すぎるこれやばいでしょ、マジで。お前ロックしても勝ちだからな、俺の。はぁー、やべやべやべ。あ、でもこれ気持ちいいぞ、これ。3コンだ、3コン。やったー来た来た来た。やられたらやり返す。3倍返しだ。3コンだ、3コン3コン。あースタンプ、この勝負、物足りくど超ダメージ。やられたらやり返す。いけるな、全然やれるぞ、これ。アポロンで、ね、また PS ない感じのデッキ。アポロンも PS なしでいけそうだな。なるほどね。これまあエロロジ投げとくか、さすがに。今日の補正はもうね、あれだよ。アンデッド詰めばいいんだよ。多分、知らん。知らねえ。アンデッド詰めばいいんじゃない？つねさん、こんにちは。ほら、エロロ1枚でもうさ、17% ってことは、約さ、アタック入れると 18% でしょ。18% 削るってことは、あと残りの 82% か削ればいいだけなんだよ。なんか当たり前のこと言ってるけど。うわ、どうしよう、これどうしよう、どうしよう、これ取ってもいいよな、これ取ってもいいよ、取ってもいいわ。で、次アンデッドで2枚返しする。こいつの吸収させない、そういうゲームしよう。相手めっちゃ嫌だから、多分リリーって。
絶対嫌だと思う。なるほどね。これ B 穴じゃん。何これ。おーおーおーおお、雑魚に用はない。え、ここのリリーって結構刺さるよ。すずさんこんにちは。あ、ベリット懐かしいな。俺こいつにめっちゃ課金した記憶あるわ。こいつ欲しすぎて。めっちゃ課金したわ、ベリット。こんにちは。あ、通る。通る分にはありがたい。なんだこれ。あー、どうしよっかな。おいおい、ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってよ。その罠を剥がしたいと。よいしょ。これ罠パか？なんで B ゴマ入ってんだ、罠パに。これ角来たら美味しい。あ、グノー早い。オッケーオッケー。そのタイミングのグノーはありがてえ。お前、そのグノーを投げることによってすごいビビることになるぞ。オッケーオッケー。そのグノーは全然美味しい、俺からすると。はい。こっちが本命だから。はい。はい。罠置いてきたら一回ロックで透かして、勝ちだわ。うん、勝ち勝ち。子供勝ちだわ。罠置いてきてもいいよ。あ、なるほど。そんなことしてくんだ。こうだな。ラブコン確定。オーケー。いやー、そうか、ラブコン確定じゃねえな。レニアドが。カーラルさんこんにちは。忘れてた。レニアド、そういえばグノ食らってたんだった。はい、お前ら気持ちよく倒してやるよ。見とけ。これが気持ちよく倒す方法だ、アポロンを。こっちだな。はい。気持ちいい。こんにちは。あはー、気持ちいい。通信落としていくスタイル。こうだな。いけるよ、これ全然。プレイング次第で。PS ならやっぱり。PS でいけるわ。人のせいに。やった！暗黒だ！やったやったやった！アンデッド引け。とりあえずアンデッドいっぱい欲しい。オッケーオッケーオッケー。これエルロージュは最後に投げる。まだダメだ。あの捕食ができなくなってからエルロージュとかで一気に削り切る。オッケー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 。完璧じゃないこれ。ただ高校ってのが嫌だな。先行の方がいいな。いっぱい配置できるから。あー、先行の方がいいんだよな。これ次もう一枚アンデッド引いたらもうミヤビスタートするわ。てかそしたら勝ちじゃね。引け、アンデッド引けよ。絶対引け。ゼガヒダも引け。引けるだろう。俺なら弾ける。そう、俺なら弾ける。俺なら弾ける。俺なら弾ける。アンジ、アンジ、俺なら弾ける。弾ける、弾ける、弾ける。絶対弾ける、絶対弾ける。いけ。OK、弾いた。完璧。まずこいつからスタート。はい。こっから相手はね、ずっと苦しい。苦しい、苦しいってなる。ああ、捕食ができない。苦しい。苦しいよ。全然いい。それはいい。むしろ捕食の量を上げてくれるからありがたい。クルチー、クルチー。あはははは。え、どうしようこれ。アンデッドでもさ、配置できなくねこれ。クルチーよ、クルチー。いいぞ。相手捕食させない。まだ2ターン捕食できないから。いいぞ、どんどん攻撃力上げてって。ワンパンされるんじゃないこれ。ちょっと待って、いいって言ったけど。もう一回置きまーす。はい。はい、クルチーよー。これ一回こいつに当てるのありじゃない。こいつに当ててから。やばい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 。それなんでそんなお前さ、アルト引いてんだよ。アルトじゃなくて、パーツやばい。ユエファ発動する？ 70% 以下でしょ。しないんじゃないかな。これ下からスタートじゃね。ワンパンされるかな、下だと。下だとワンパンされるかな、これ。怖いんだが。やった、それ捕食いいぞ。おい、あとなんか引け、引け引け引け。いやでも俺死ぬ、これ死ぬ、これ死ぬかもしれん。俺大丈夫かな。この3枚返しで俺死ぬんだよな。ここだけで相手が攻めれるの。ここでシェンメやったらドンマイだわ。
でもシェンメイやっても飛ばんから、でも1万9000飛びそうじゃね。クソシェンメイ、やった勝ったかわいそう、やったアンデッドさんの勝利相手かわいそう、何もできずに負けたあー、なんか雲行きが怪しくなってきたデッキの。まあ強いとでもサスター社、この成り打ち構造度もどうしようかな。あー、まあ普通にこれでいっか。そうなんだよな、そういうループが発生すんだよな。あ、成り打ちしないんだお前。なり打ちしないのはいいけどさ。あー。ニーブ。こうか。ここに置く駒大事。あんまり強いの組んだ。オッケーオッケー、ベクロなら弱い。ベクロなら弱いから当てれるから。オッケーオッケー。俺のプラン決まった。オッケーです。僕のプラン決まりました。はい、呪いまくって倒すプラン。真実はいつも一つ。完璧、こうのも完璧だわ。オッケーオッケー、ペンギンね、ペンギンは全然いい、いいよ、ダメージ防がれても全然構わん。でも呪い1個しか出ないのか、それはちょっと嫌だな。呪い1個しか出ないのはちょっと嫌だけど、はい、呪いまくる。呪い2個か、かぶんなよ。で、出んなよ。電気ればだいぶで、あ、おっきでかい。ここはあんまり強いの起きないから、相手。相手多分、こいつ鳥かな。あとじゃなくてそっちだよな。なんでその発想になっちゃったのかわかんないけど、おっきいおっきい。で、これサスター社を満を持して登場させる。X に。これ6じゃなくてもよかったかもしれんな。はい、サスター社。これエクロシア引いたら勝ちだな。相手の呪い捨てるしかねえから基本。オーケイ、オーケイ、大丈夫大丈夫、これ通る来ても負けない。タケビだと負ける。オーケイ、はい、これがゴリ押しってやつよ。これがゴリ押しだ。飛ばねえかもしれん、これ飛ぶか、呪いで飛ぶわ。オッケー、勝った、ダメージレース勝ちだ。あぶねえ。あ、来た来たぞ、回復だ、こいつ回復だぞ。来た来た来た、これ動画でしよう。これ回復だぞ、こいつ知ってる、ユエファからだな、これこいつ知ってるよ、ユエファからだな、これユエファ一番いらんな、コンボ使えんし。オッケーオッケー、お前らこれ動画にするわ、動画にするから LINE とか送らないでくれ頼む、これ動画化する。まあこれ、え、なんでこれ捨てたんだ、謎。いや、ランドシャークまだ撃てねえよな、ランドシャークまだ撃てん気がするわ。てかエクロでよかった気がするな、ここ。オッケー、天才待って、これ動画化するんだな、あんまり下手なこと喋れないから。そっちから行くんだ、これ撮っていいのかな、普通に場面詰められるの、もしかして。もしかして場面詰められるのか、これ、これ撮るといけるよな、多分ランドシャークいるし。場面詰められるのかこれ、分からん。もういいわ、置くわ。え、相手さ場面捨ててね、諦めた。いや、まだこれさ、ランドシャーク早くねと思ったけど、投げるか、これなんか一気に攻めれそうじゃない、なんか
相手だってもう置くとこねえべ、ほぼ。え、なんでそんな終わった場面作ったんだ。行くぞ。もういいや、攻める。オッケー、完璧。これ勝てるやん。これ勝ち勝ち勝ち。こんなもん勝ちだよ。こんなもん適当にやっても勝てる。アンデッドで勝ち。これも相手バトルしてるしかねえぞ。ほら。さあどうする。アンデッド決まってるから回復できないよ。気持ちいい。気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。相手はこんでアンデッド終わったと思って、やった、ヒールマスいっぱい生成した、やったやった。そうだよな、お前ヒールマスいっぱい生成したからこっから回復しようと思ってんじゃねえの。気持ちいい、これ気持ちいい、これやべえわ、これは。はい、勝ち。え、これ最強じゃない。体力が減るだけっていうね。うわ、気持ちいい。やべえ。あ、まあ、こんな気持ちいいオセロある。完封だよ、これ。え、これ動画化していいぜ、これ。いや、絶対していい。勝った。これあかんでしょ。ああ、火炎勝てねえんだよ。どうやって勝つんだよ、かい。火炎教えてくれ。絶対勝てるよな、カエンって。もうわかるもん。え、なんでこんな入ってんの。え、なんでこんな入ってんだ。謎ゲー。並行しよう。並行しようぜ。つなげてくんねえかな。呪ってくんねえかな、自分の手駒。つなげてくんねえかな。呪わせて、呪ってほしいよ。呪ってくんねえかな、自分の手駒。呪わねえかな。自分の手駒呪わねえから、こいつ起点にしようぜ。こいつのコンボ意地でも使わせるプレイングしよう。呪ってくんねえかな。呪いてえよな。自分の手駒呪わねえかな。どうせ火炎は不利なんだから、ちょっと遊んでもいいと思う。だよな、そういうことするよな。呪わせよ。行くぞ、お前ら。ここで呪うんだ。呪え。呪え。自分の手駒を呪え。呪え。無理やり呪わせるプラン。呪え。どんどん呪え。こいつを起点に俺は勝つ。勝つ。こいつを起点に勝つ、俺は。はい、呪え。新しいプレイングだな、これ。いいよ。これエクロシア取らないと大体きついし。まあ、エクロシアの右下だよな。普通に考えて。だよな。ここでさ、エクロ投げたかったな。ルシファーか。これ結構いいんじゃない、この戦法。相手さ、なんか盤面崩れてわけわかんなくなってるから。今のうちに攻めるのあり。いけるぞ、これ。この、こいつのハイサラマンダの呪いを軸に戦う。相手、エクロ取りでしょう。多分エクロ取りなんだよ。本当はハイサラマンダのコンボ繋げた方が強いんだけど、繋げると呪いが痛いよっていう。はぁ、ゴミでしょ、それ。え、どうしよう、これ。みやび？みやびしても弱いな。呪っとこう。ここだけだから。もうこんで終わりだから。これ勝ちじゃない？これさ、いけるんじゃね？なんか、相手ハイサラマンダ怖すぎてさ、何もできてない。ハイサラマンダ軸。いけるんじゃない？なんかこれ。あ、繋げたぞ。それ痛いけど。相手呪い2枚食らうから、
くらい、引け引け引け、マジかよ。でもこれさ、あいつ呪い2枚でしょ。でこっちだな、さすがに呪い3枚ではダメだ。ハイサラマンダを軸に戦う、強くないこれ、天才的なプレイングじゃないこれで勝てるぞ。ハイサラマンダー軸、いいよいいよ、レニアードくらえ。お前ハイサラマンダに悩まされるんだ自分の最高、勝ったろこれ、分かったでしょあははは、相手自分のハイサラマンダー呪いで死んでたぞこれも載せていいぐらいだな、 YouTube に。来た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 、カモ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 だ。ちょ、動画のネタに欲しいよな暗黒は。おいよいよいよ、これもさ、エルロから投げて次リリース投げてルシファーっていう流れだな。これ完璧だよ、これこれ完璧な手駒だよ、これ相手苦しい苦しいってのやつ。もう一枚アンデッド引けば完璧だな、さらにもう一枚引けば完璧。ここで竜輪を相手が引いてなければ春さんお帰りなさいから、いいよいいよ、これまあここはまあさ、早めに攻めよう、こんにちは、早めに攻めよう、アンデッドで相手これで捕食できないから、捕食できない2ターンの間に攻め切るか、もう1枚アンデッド引く。アンデッド3入ってんのにさ引けないってのがきついんだよな。やった、いいよいいよ、相手竜輪置かないし自分の毒で苦しい、苦しいもうこれ攻めるしかない、ここら辺で攻めとこう。はい、イギーさんこんにちは、もう1枚アンデッド引けば完璧なんだけど、まだちょっと心配だなこれは。ぁ、アネット引け、アネット引け、グラッドか、グラッドの方が良かったかな、相手竜輪引いてねえから。いやこれアンデット引かれると負けるぞこれ、うわめんどくせえな、これ場面詰められるんじゃない、シェーメン投げちゃったし相手、思ったけどなんかいけそうじゃない、なんかいけそうじゃない、ギリ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 、なんか6連打はめれそうだな、いけるわ、あと2ターンでしょ相手、ここ以外あとコンボつながんねえから、いいよ、せいぜい捕食さしとこう。うーん、まだここじゃないな、ここはまあグラッドでいいんじゃない、はい、あと2ターンでしょ、あと2回相手の動きは、でもコンボないから無理でしょ、シェメ投げたし、これはいった、これはいった、絶対終わったこれ、うん、遅から早から相手の動き止まるから、いったいった、こんなもんいったわ、なんならここのルシファーでもほぼ終わりだけど、一応な、一応な、完璧に完封するなら完封しよう、はい完封、まあ今の春でよかったな、一応捕食しとく、捕食上げて吸収しとく、完璧な勝利盤面滅ぼしたわ、はい希望のお父さんこんにちは、久しぶりにこの6連打さ決まったな、なんかあはー、はい気持ちいいダメージ、暗黒を滅ぼしていく。今ねちょっとね今日の動画のネタをね撮影してるんですよ、お火炎は無理、火炎は無理なんよ、あ強くね引き、これ X じゃね、もう俺 X でやればよくね、X じゃね、
X してもいいんだけど、でもな、次の X を置けるコマがねえな。めんどくせえ。X? これさ、ほんでよくね。取られてもいいし、なんなら。こいつ取られた方がいいわ。むしろ。二枚返しでダメマス生成してきたら繋ぐわ。これ取られる分にはいい。全然。なるほど。あー、どうしよっかな。こんなもん、こうもどうでもいいわ。こんなもんどうでもいい。エクロ取ってきたら無理やり繋ぐ。そういうプランにしよう。なるべくサスター社を生かす。外周に置かない。外周に置かないプラン。相手迷うでしょ、これ。あれ？こいつ、なんか F3 に置いてこなかった。あれ？なんでだよ。なんでこいつこんな変な動きすんだよ。え？あれ？どういうこと？火炎ってこういう崩れた盤面に弱いんだよな。あれ？なんでそんな変な打ち方すんの？そのサスター社取れねえじゃんかよ。やめてくれ。なんでそんなことすんだよお前。繋ぐよもうこれ。こんなん繋ぐよもう。お前関係ない俺。俺がそんな盤面気にすると思う？え？繋ぐよこれ。繋ぐよこんな。え？盤面を崩壊していくスタイル。こいつ戸惑ってんだろうな。戸惑ってんだろうな。ダブコになるの嫌だな。外周嫌だけどさ、打っちゃうか。もう崩壊してるから相手の盤面。あと1000しかねえから。火炎パってね、こういう変な動きに弱いんですよね、ほんと。普段みんながしないような動きをしとけば勝手に自分から滅びる。簡単だよ。そうだよ。俺は忘れていた。火炎パの弱点を。こういうことだ。はい、終わり。はいはい、終わり。火炎パの勝ち方はこうだな、やっぱ。盤面ぶっ壊す。盤面をぶっ壊す。よいしょ。はい、勝ち。おいしい。ちょっと昨日ポイント落としすぎたからな。上げねえとダメだから、ポイント。ダメージが。やった！やったぞ！やったぞ！やったやったやった！俺が今暗黒に受けたストレスを全部こいつで解消する。でも高校は嫌だな。どうしようかな、これ。高校だったら、もう2手目にさ、雅打つしかないよ。2手目、4手目にアンデッド置くしかないんだよな。マジで。まだいいか、アンデッド置かなくて。4手目でいっか。何それ。やめてくれ。マジで、貫通。レニアドが死んだ。いいね。マコ JSC さん、こんにちは。これ冷静に行こう。おい、なんでアークアンそんな簡単に呪うんだ、お前。3分の1で。アークアンのやつだってこれだから嫌なんだよな。こんにちは。あ、でも相手、呪い全然できてない。これ X 行きて。これ X 行った方がいいんじゃね？手が普通に相手ここ取ってきたらアンデッドスタートでしょ。これ取ってこなかったらまあもうちょっとアンデッド我慢かな。
どうしよう。まだアンデッド打てねえな。あ、強い。引きめっちゃくちゃ強い。なんなら。なんだこれ、なんかアンデッドなくても削り切れそうな感じの引きだな、これ。何これ。未来で呪い食らうけど、ここで捕食しなければ勝ちだし。マジかよ。これ、シェンメン持ってたらしゃあねえ。ああ、遅かったか。まあ、でも、投げるしかない。シェンメン持ってたら遅いけど、相手はもう、あれだよな。相手全然さ、バフできてないから。こっから2ターンの間に削り切る。OK! いいぞ、その捕食。ほら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 。見てくれ、お前ら。気持ちいい。覚悟はいいかしら。これもうさ、つないじゃっていいんじゃね、相手バフないし。勝ったよ。気持ちいい。気持ちいい、これ。あ、来た、やった、来た、来たぞ。来た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 。こいつの顔面ぐっちゃぐちゃにするとか来た。これ UFA 捨て。UFA 捨てで、ニーボいて。いやもう、来たよこれ。しかも高校。いや、来てる来てる来てる。あとアンデット引くだけなんだけどな。アンデット引いたらもう、アンデット引いたら完璧じゃないこの引き。いや、来てるよこれ。やばい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 。なるほどね。アンデッド引けよ、とりあえず。アンデッド引くまで我慢だ。引くまでは回復パーに好きなようにやらせよう。引かねえなあ。相手白座大きい。知らず大きい。なんでアンデッド引かねえんだ。え、アンデッド引いた瞬間もう勝ちなんだけどこれ。いやいやいや、ここだってつなぐでしょう。あ、つながないか。頼む、アンデッド引け。引いた瞬間スタート。なんでだよな。でもここ絶対当ててくるからさ、相手いつかエクロ置いちゃっていい。いや、アンデッド来いよ、早く。アンデッド来たらスタートなんだってば。来た瞬間にもう相手絶望すんだから、これ。あ、そっち？引け引け引け。頼む、引け。アンデッド、アンデッド、アンデッド、ここで引け。おい、なんで？これさ、ほんでいいわ。当てとくわ、ここに。一発。ダメマス生成しとく。とりあえず。おぉ、強え、その呪いの位置は。捨てろ、捨てろ。さっさと捨てろ。オッケー。アンデット来いよ。アンデット来た瞬間もう勝ちなんだよ、ほぼほぼ。来い来い来い、アンデット、アンデット、アンデット。お、来た！来た来た。始めます。もう始めます。スタート。アンデット、スタート！はい。これ相手多分 B4 だな。俺ミスったわ。これ先に2枚繋いでからアンデッドスタートすればよかった。でもまあいいや、2ターンでいけるでしょ。相手 B4 からでしょう。 B4 スタートの俺が2枚取りして、いいよいいよ。ヨッシーさんこんにちは。全然いい、そのダメージ。はい、毒。あー、毒。2ターンで削り切ろう。サスターシャ来い。来た、いけるいける。これもいけるわ。これさ、もういいや。なんか適当にやってもいけそう。いけるわ、絶対いける。だって相手これ回復できねえから。俺がパスにならない限りいける。パスになることはないわ。勝ったわ。
パスになんねえから絶対勝ちだ。はい、嬉しい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 。これは、もうね、俺の、一枚で勝った。はい、終わり。あいつ、回復パと戦うの楽しいな。楽しすぎる。それを使い、あった来た、これでもう、動画作れる。完璧。来た来た。おい、なんであんでとこねえんだよ。だからさ、なんであんでとこねえんだよ。やっと来たぞ、回復。じゃなかった、吸収。これで吸収、暗黒、回復、全部当たったな。なんかアーカイブにすると、ちょっとさ、画質悪くなるから嫌だなと思ったんだけど、いいわ、しゃあねえわ。今日は、たまにはミラティブを軸にした動画もありなんじゃないかな。あアンデッド引けや。チヨ、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 チヨ。おーい。アンデッド引けよ。その呪いを捨てないってことは倒すか、それ。アンデッド、アンデッド。来た！まだだな。まだ違う。まだ違うわ。まだ違うわ。この次からだな、アンデッド。この呪いなんだ。チヨか。チヨ来て、倒すか。クイナか。は？なんで取っといたんだ。次だな。ここは我慢だ。この次から相手は攻めたいはずだから、攻めたい時にアンデッドで攻めラックする。オッケーオッケー、完璧。いくぞお前ら、見てろ、吸収パーが顔面ぐちゃぐちゃになるところ見せてやる。行くぜ行くぜ行くぜ。はい、アンデッドカモン。これは苦しい。クイナの吸収もある。そして X に何を打ち込む。ルキアか。まあこれニーブ打てるから苦し紛れだ。ここにルキア置いてる時点で相手は弱いんだよな、動きとしては。そもそもが弱いな。そしてここで打ち込んでいく。で、何置くから。オーラ捨てかな。オーラ捨ててくんねえかな。しっかり B ゴマ持ってる。頼む。アンデッドもう一枚。もう一枚、もう一枚。来た。はい、もうこれ、角置きます。はい。ずっとアンデッド苦しいよ、ゲームする。確実に2ターン発動させるために、アンデッド苦しいよ、ゲームしてやる。さあ、どうする。お前はもうなすすべがない。次、呪いとルシファーで。倒せるぞ、俺は倒せる。射程圏内。いいよ。いいよ。ちょ、こういうさ、TikTok のダメだよ。これ、消さなくちゃいけないじゃん、これ。もう負け要素ない、これ。絶対勝ち。はい。はい、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 気持ちいい。おらー。相手も無理だな。もう絶対無理。オーラ捨てるしか方法ないけど、オーラ捨てても、食らうし。X になんか、勝ったわ、てかの思いで。うわぁ、ミラーか。ミラーはねえな。さすがに。これさ、エルロージュリーダーの回復パとかだったらいいんだけどな。絶対違うよな。エルロージュリーダーの回復パ、プリース。違うか。痛い、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 痛い。その一発痛いよ。ニーブ打ちて、ニーブ打ちてえけど、さすがにこっちかな。いいね、なんか、俺が闇のデッキで相手が光のデッキみたいな感じだな、色も。ちょうどいい。俺闇のデッキだから。いいね。なんかこの、なんか、この感じ。
ハリッチ強くね？それめちゃくちゃ強えわ。どうしよう。アネット、吸収を無効化する。リッチのコンボ受けれねえわ。うわ、最悪。なんでだよ、お前。なんでだよ、お前。こんなもん撃つぞ、さ、スターシャー。関係ねえよ。レニアドだろ、どうせ。どうせレニアドだから。こういうとこの撃つやつは。違ったわ。すまん。怖え。でも、そのダメマス、いい位置。あいつ、サスター当てないでしょ、さすがに。何、どういうこと？何それ。あ、吸収したいの？だったら俺もう一回ランドシャーク置くよ。やらせねえぞ、俺は。みやびだな。いや、ランドシャークだ。ほら。俺はやらせねえ。吸収はさせねえ。絶対やらせないもん。吸収させないもん。ニームのコンボあるからな。これ X 行って5000は削れないでしょ、多分。バイセルも飛ばんくね。この呪い何？やった！それいける。ほらー来た。アンデッド大活躍。マジかよ。一番俺的にきついよ。あれ、待って、これさ、いいんじゃね？アンデッド。刺さるぞ、これ。フィリーナ。思った。これ刺さる。いや、これはいいよ。あとアンデッド引くだけ。いや、ちょっと待って。アンデッド引くだけなんだって。なんでアンデッド引かねえかな。これ無理やり繋いでこねえかな。囲ったらきついよな。フィリーナ、オッケー。そっちか。待って、これさ、なんで引かねえんだろうな、アンデッド。ここで引きたいんだけど、このデッキに対して。絶対強いよ、アンデッド。だって、相手さ、半分回復すんだから、代償の。やばい。みやび置こう。勇気のみやび。これで相手代償できないから。これしゃあねえわ。この、こいつコンボ発動しねえしてか。はぁ、マジかよ。お前なんでそんなさ。いや、無理だって、それ。いや、頼むからさ、してくれって。代償。代償しないと意味がねえんだよ、これ。全く代償してこないんだけど。え、ずる。それはずる。代償しろよ。代償しろって。代償しろ。うわ、これ動画化できねえじゃんかよ。代償しなかったな。みやびのターン。うわ、マジかよ。頼む、引け。来たかった。あぶねえ。勝ったのさすがに。あ、終わり。意味なかった。うーわ、つまんねえ。代償してくれよ。動画の撮れたかとしてよかったんだけど。はい、てなわけでね、結構ね、いい感じに
取れたっしょ。ミラティブ。ミラティブでね、マジ、外役パ全部当たったんで、九州も暗黒も回復も当たったんで、かなりいい試合が取れたんじゃないでしょうか。特にね、なんか最近、オセビを賑わしてるセイクリッドプリストとかも倒せたんで、すごい、俺はすごいいい感じの動画が取れたと思いました。これはね、補正によってはかなり活躍すると思いますんで、HP 上がってる時とかね、皆さんもデッキが揃ってたら、やってみたらどうだろうか。はい。じゃあお前ら最後に、チャンネル登録よろしく。じゃあな。